おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。このチャンネルでは、このマイクロビットですね、これを使って、この小型マイコンの説明をしています。今はセカンドシーズン、実際のマイクロビットを使った実験実習ということで、理科好きを対象に実習形式で進めています。今は加速度センサーですね。加速度のデータを取って、それを、計測するというテーマでやっています。で、前回、こちら側が送信プログラム。で、それを無線で、Bluetooth の無線で分離して、こっちが受信プログラムということでやりました。で、ちょうどいいところでですね、時間に来てしまったので、実際どれぐらいのスピードで遅れてるかなっていうのは検証できなかったので、今日はちょっと手短にその検証の様子をやってみたいなと思います。思ったよりこうスムーズにデータが取れて、昨日の終わりの状態の続きみたいな形になってるんですが、とこう2台あってですね、こいつが受信をしています。で、この光のついてる方が加速度なので、これを揺するとですね、波形変わってると思います。こっち側が Y 方向ですね。で、こっち側が、これが Z 方向です。これが X 方向。これが X 方向。ボタンのある方向に動かすのが X 方向で、このコネクターのついている方向に動かすのが Y 方向。で、画面のある方向を動かすのが Z 方向っていう方向も、2周目ですかね。5周目の2回目で確認します。で、時間はですね、これと一緒に時間を飛ばしてやれば、どれぐらいの間隔で撮れてるかっていうのがわかると思います。で、それを少しだけ改造して、見てみたいと思います。戻ってですね、だから受信プログラムはこのままで直す必要はなくてですね、加速度送信プログラム、これをちょっと2番にして改造してですね、送りたいと思います。今、上書き保存にして、ダウンロードフォルダーに、ちょっと区別するためにこれ2つけてですね、2にしたいなと思っているので、ちょっと名前をつけて、で、ホームに戻って複製をしようということで、2の方を選びましょう。今日はちゃんと上に出てきてくれる 2ですね。これですね。これを選んで、はい。もう時間をつけるだけなので、もう一つ増やして、もう一つ増やして、で、最後は半角のカンマを足してやって、ここは、これをコピーして、で、この加速度 Z を捨てて、入力の稼働時間、マイクロ秒、これを書いておけば、実際どれぐらいの時間のタイミングで押してるか、ミリ秒か。どれぐらいの速さの時に送ってるかっていうのが分かると思います。これの周りで、ここで50ミリ秒をずれるの、待つので、50ミリ以上かかるはずですよね。だからちょっとずつ時間はずれていくと思うんですけど、一応タイムスタンプがあるので、まあグラフ書くときとか、この時間を元にして書けばちゃんとできるので、ちょっとプログラムを。受信プログラムは書き換えなくていいんですが、送信側のプログラムを書き換えます。送信側のプログラムをつなぎ直して、今送信のプログラムですね。これにつなぎ直して書き込みます。書き込みました。何も変わらないんですかね。チカチカして消えて、で、マークが出れば新しい送信プログラムになってます。これで新しい送信プログラムになったので、これを新しい送信プログラムで電源入れて動かしておきます。で、受信プログラムは、まあ、特に書き換えてないので、受信プログラムをつなぎ直して、で、一応、受信確認プログラムに戻って、一応書き込んでおきますね。一度、
一回つないだり外したり私してますので、一度書き、つないで、書き直してやると、受信するとここに、とデバイスが出てくるので、これ。で、こんな形でずっとデータが出てきます。で、ずっと線が、まあ、ほぼ一直線に出てるので、まあ、決まったスピードで出てる。で、これを、これで保存するとデータが CSV 形式で保存できるので、一旦これで保存してみました。で、保存してですね、まあ、ちゃんと加速度センサー動いてるかですね。加速度センサーも動いています。なんか時間がバグってるのかなんか。こっちは送信プログラムだから関係ないんだけど、こっち側が、なんか時間の波形が飛ん、駒落ちしてるんですかね。なんか綺麗に出てないので。そのあたりも含めて、もう一回データを落としていきましょうか。データをエクスポートして、二つ目ですね。はい。これのデータを見てみたいと思います。これですね。これを開いてみます。ナンバーズというので開いちゃったんで、これをファインダーで表示して、ですね、あといろんな画面が開きますが、これの古い方、時間の新しい方、これを、これちょっとナンバーで開いちゃったので、これを Excel で開こうと思います。Excel で開く。Excel で開いてあげて、時間がどうなってるか。マイクロビット自身もですね、タイムスタンプつけてくれてるみたいですね。ナンバーズの方で開いた結果、これがマイクロビットがつけてる時間ですね。こんな形になりました。これはマイクロビットがつけてる時間で、これが X、Y、Z のデータです。で、それから、ここにデータがついてて、そうか、時間が割り込んでるんですかね。このタイム、タイム、タイムってなってるので、で、これのこの3つ一緒ですから、マイクロビットのCSV だと、なんか保管さ、追加されてるっぽい感じがしますね。X、これがデータ0で。で、Y。で、これが Z。で、これがマイクロ秒ですかね。そうなってます。で、なんかこう、たまに変な行があるのかな。最初だけかな。最初だけ、ここになんかゴミがついてますね。これちょっと消しましょう。で、知りたいのは、8時半になっちゃいますね。知りたいのは、この時間間隔でしたね。50ミリ秒を期待しているので、こことその前の時間見ると、ここが50何秒か、50ミリ秒プラス、84ミリ秒ぐらいになっているということですね。これをずっと見てみると、だいぶばらつきますね。この辺は100とかになってますからね。このあたりは200とかになってますね。なんかの拍子で遅れたりするみたいですね。確かにここからここは200ミリ。一定期間ではないもののタイムスタンプをつけてこうやって見れてます。で、マイクロビット自体の時間をくれてますので、一回これも見てみましょう。これと一個前。これもずっと積算されてるので、
と77、88だから、だいたいこれもマイクロ、これ秒ですかね。秒の3桁目ですから、マイクロ秒で、なんか稼働時間の秒とは微妙にずれてるけど、やっぱりここは大きな値になってますよね。で、この辺ゼロになってたりもするので、でも実際にはこれを書き込んで無線で文字として送ってるので、こっちの方がちゃんと根拠のある数字になってると思います。こっちはなんかマイクロビットの方で処理しながら CSV ファイル作るときに付け足してくれてる時間なので、当てにならないって言ったらマイクロビットが起こるかもしれませんけど、まあ、こっちの方がちゃんとマイクロビットの内部で書かれている数字なので、まあこんな感じで、まあ一定間隔のように見えるけど、160とか200とかがあったり、こんな感じでずっとある中で、たまに100、150、なんかの拍子でポツポツと遅くなるみたいですね。で、なんか突然ゼロになる数字が出てましたけど、このあたりですかね。なんかこのあたり、この マイクロビット秒も稼働時間もなんか変な数字を出してたりしますね。これもなんか処理が早すぎると、これも一つ桁落ちしていたりするので、ね、大きな誤差になってたりします。そういうこともありますから、まあ、不完全ながらも、まあ、何か動いてる。で、私がタイムスタンプがあるので安心だよって言ってましたが、何かの拍子でこのタイムスタンプも怪しくなることがあるということで、あまり処理が早すぎると、やっぱりこういう不具合がいろいろ出てくるんですが、まあ送信側は、まあこういう調子で送っているというのがわかりました。次回はですね、これをまあ100ミリ、こっちは今78ミリ秒ぐらいでなんとか回ってて、たまにこう遅延することもあるという状況で、うまくデータの受け渡しができるプログラムを考えてみたいなと思います。はい。今日はこれぐらいにしたいと思います。朝活タイムですね。そろそろタイムカードをしに行かないと遅れてしまいますので、今日はこの辺にしたいと思います。今日も